ここまで負け越しが12あるんですけれども、去年の72試合消化時点では負け越しは21あったと、はい、いうことを考えると、この当たりは三遊間を破っていきました。この回先頭の加藤が塁に出まして、ノーアウトランナー1塁です。 DeNA もまあ現在5位という位置ではありますけれども、負け越しの数は去年からは大幅に減らしてここまで戦ってますね。そうですね、まあまあ昨年も1点差ゲームでね、はい、非常にたくさん落としてますから、今年はまあ打線に勢いありますから、あの、うち